ID7 です。だいぶ仕上がってきたね。タイヤもあのダンロップアルファ12新品が入りました。ちょっと少し説明しようか。これあのブレンボの鋳鉄ディスク、本物のフローティングディスクでガチャガチャ言いますね。それからこれフォーポットブレンボのフォーポットキャリパーですね。でステンレスメッシュのホースで上に行きます。でエンジンは AZR400R のエンジンです。これエアフィルターと、ここに燃料フィルターがありまして、これあのタンクからの燃料が入ってぐーっと回って、ここ電磁ポンプがあるんですけど、フュエルポンプがあるんですけど、そこからずーっとこうそれで上げて、ここのダウンドラフトキャブレターですね、ミクニの BDSR32 かなに入っていきます。これあのアイドリング調整モードと、でこれずーっとこう来てるのはブリーザーですね。クランクケースからのブリーザーがこう上がってきて、エアフィルターに入って吸わせると、ブロバイガスをね。で、これなんだっけ、セルモーターで、オーリンズサスペンションがつきました。こういう感じでついてますね。でフレームがツイン、ビモータ流のツインスパーで、YB8、YB6 の場合はここにあのクロスメンバーが入るんだけど、これは入りません。それによってあの横合成を抜くことで、キレをハンドリングのキレを作ってますね。でビモーターのマークが入ってますね。凝ってますね、作りは。よいしょ、こんな感じですね。さっきの電磁ポンプのところですね。で、チェーンも新品が入りまして、リアタイムタイヤもダンロップアルファ12ですね。さあもうちょっとですね、作業的には。